はい、あとで待ってお願いします。はい、まず自己紹介ということで、はい、今回の金上山探検隊の、関西方面での、なんかいろいろ動いてました、青田と申します。所属は一応大阪大学の情報科学科で3回と4回の狭間を言います。はい、その狭間は仲良くとハマる人がいるらしいので気をつけたいと思います。Gen2JP デベロッパーをやっていて、 Gen2 のオフィシャルデベロッパーの公式の方のデベロッパーにもまだあと一歩ですかね、来週か再来週ぐらいになるんじゃないかと思います。で、GSOC Summer of Code 2019に参加して、Jet Dragon Fly というものを作りました。あと、セブキャンの2010年のリナックス組で、まあ、ここで知り合った中学生にもいろいろ肩交わしたり何やりしてるという。はい、3月20日の来月のアジア BS イコンでも発表をします。ジェンテドラゴンフライについて話します。で、ジェンテド、違うな、ドラゴンフライ BSD についてなんですけど、まあ、まず BSD の一種なんですけども、聞いた通り、フリー BSD から出た BSD の一種で、4.8 が武器になっています。それと SMP に対する方向性の違いで分岐しました。で、特徴はパネルプロセスとかだと、まあ、2つスケジューラーがあって LWKT っていうライトウェイトパネルスレッドを含む、まあ、全ての実行可能なものをスケジュールするもの と、一般のユーザーランで動くものをスケジュールするスケジューラーの2つのスケジューラーがあります。ユーザースレッドには、まあ、1つのプロセスに1つ以上の LWP、ライトウェイトプロセスというものがあって、まあ、要するに Linux でいうプロセスとスレッドの関係になっていますね。ね、また、プロセス周りでは、プロセスチェックポイントという機能があって、CVCKPT というのを送ることで、プロセスのスナップショットを取ることができます。ね、実際にデモしてみたいんですけど、ちょっと VM が立ち上がってないので、またそのうちに。はい、で、パネルメモリーに関しては、メモリアルデータがまた2つあって、KMalloc っていうのが普通に一般的に使われるような感じのもので。これがなんかロック CPU ごとにスラブアロケーターが使えてるからロックがなくてもできるっていうのがあっていて、でオブジェクトキャッシュというものがあって、オブジェクトオリエンテッドらしくて、まあこれがコンストラクターとかデストラクターとかアロケーターとかを指定できるようになってるんですけど、なんかこれって Linux のスラブっぽい気がするんですよね。で、大きなものに使われるらしいとドキュメントには書いてあって、これもロックなしとドキュメントには書いてあります。で、ファイルシステム、デバイスファイルシステムのデブ FS で、 Linux で言えば UDEV で、まあ、動的にデバイスを作成するファイルシステムですね。で、特徴としてはドライブのシリアルナンバーが入れることになっています。これで、ディスクをどこに挿しても同じシリアルナンバーでアクセスできるので、まあ、大丈夫ということになりますね。
ドライバーが変わっても大丈夫になります。例えば、Linux が HDA だったのが SDA になったとか、そういうのがないというわけですね。NFS もこれはなんかアシンクコールで、アシンク RPC だよということが何やらかんや書いてあって、まあ、ドラゴンフライはすごくロックを取らないとか、アシンクだとか、そういうことにすごくこだわりがあるみたいで、そういう文言がいっぱい出てくるんですよ。これも、チャンネルスレッドで2個、読み込みと書き込みで確か動いてました。で、ハマー FS、これは、まあ、ドラゴンフライ独自のファイルシステムで、ZFS とか、バタ FS の対抗馬というふうに言っています。ねまあ、FSCK がないとかロワーストとか、まあ、大体最近の ZFS とか話題 FS とかと同じようなことになってますね。スナップショットもまあ大体同じようなで、ちょっと面白いなとか思ったのが、undo っていうコマンドがあって、これを使うことで指定したファイルへの書き込みとかを戻すことができるというのがちょっと面白いで、これクローンジョブで、まあ、メンテナンスとかクリーンアップとかスナップショット消したりとかをやっているんで、もしクローンジョブを動かし忘れると、まあ、全然やってない、全然ディスク使ってないはずなのに、あっという間にディスクがいっぱいになったように見えるという悲しいことになります。特に Gentoo Dragon Fly なんかでコンパイルバックしてると、これが大量にスナップショットが残るので、動かしてないとディスクが簡単になりますね。ファイルシステムその他として、ヌル FS っていう、まあ、ループバックとかバインドっていう、まあ、ファイルシステムの一部を他のファイルシステムのどこかにマウントするようなものもあります。で、まあ、テンプ FS ですね。 Linux でも同じです。メモリーとスワップを使ったファイルシステムで、主に何に使うんですかね、まあ、Firefox のキャッシュとかを置くと結構早くなるらしいという話を、この前毒が減ったよっていうふうに言ってました。ドラゴンフライ、あとバリアントシムリンクというものがあります。評価値にリンク先が決定するシムリンクで、詳しくは次のページで、はい。こういうふうに LNS でベストエディター、ダラーエディターというふうに、まあシェルでよくやるようなこんなダラー記号を使ってリンクを貼ります。で、Emacs はベストエディター Emacs と、Vim はベストエディター Vim と、こうやって書いておくと。で、この時 LS で見てみると、まあ、ベストエディター、ベストエディター、ダラーエディター、ベストエディター Emacs、ベストエディター Vim のそれぞれの領域です。で、ここでバーシムエディターイコール Emacs、キャットベストエディターをすると Emacs です。で、バーシムエディターイコール Vim、キャットベストエディターでやると。と出てくる。というわけで、まあ、エディタ戦争もこれで解決するわけです。ね、ディスク周りだと D スケジューラーという IO スケジューラーというのがあって、これも Linux の IO ナイスとかそういうのと同じような感じで、まあ、RT だといつでも最優先で IO を使ってくださいとか、ID プライオだとまあ、他にプロセスが動いてないときにということで、ディスクに優しいというか、他のプロセスに優しいスケジューリングをしてくれるようになります。スワップキャッシュという SSD 上のスワップにファイルシステムのデータをキャッシュすることで、より速いシステムができるということを書いてましたね。ちょっと前まで、夏ぐらいまで確かスワップオフができなかったんですよ、ドラゴンフライ BSD は。で、スワップオンしちゃうとそのままでスワップオフができなくって、なんか変なとこスワップオンしちゃってスワップオフできずに悲しいことになったんですけど、いつの間にかスワップオフができるようになってました。これは多分確か、サマーオブコードのドラゴンフライのためのもので、スワップオフができるようになっているらしいです。まあ、全体的な目標としては小さくてメンテしやすいシステムをドラゴンフライを作っていこうとしています。まあ、でもみんなそれは目指しているんで、キャッシュモデルとしてメッシをファイルやネットワークに拡張してロックを排除していきたいとか、まあ、IO デバイスを刷新してマッチスレッドに動くようにしたいだとか、
あとはパッケージだと別バージョンを同時にインストールできるようにしたいとかいうことが書いてあって、まあ、それは前提でできるようなと僕は思っています。あとポートメッセージングモデルという、まあ、ドラゴンフライの中核を担うといっても過言ではないものがあって、まあ、これは後ほど詳しく。LWKT、ライトウェイトパネルスレッドですね。 CPU ごとに1つのスケジューラーがあるので、まあ、CPU 間の移動がないからマルチプロセッサーとか他の CPU のことをコールせずにスケジューリングができるということで、まあ、またロックがなくてもいいよとかいう話ですね。で、パネル空間で動いているときに CPU を移動しないので、まあ、ロックなしでグローバルなキャッシュが、まあ、そういう話です。で割り込みは早いとか、うん、まあでもこれ全部目標ですからね、実際にどこまで動いてるかはちゃんと把握してないんですけど。で IPI インタープロセスインタラクトですかね、CPU 間プロセッサー間割り込みで CPU 間のメッセージで、これもアシンクに動いてます、また最終的な目標としてはユーザーの API を全てメッセージベースにすることを企んでいるようです。で、奇数データを構造化して、多分、XML とかそういうわけじゃないんでしょうけど、そういうイメージで、生のデータではなくって、構造化したデータを渡して、まあ、旧来のシステムコールをメッセージに変換するレイヤーを作って、例えばドラゴンフライのものだったらそのまま渡すとか、Linux のシステムコールを呼ばれた、Linux のバイナリでも呼ばれた場合には変換して渡すとか、そういうことをできるようにしていこうとしているみたいです。でまあ、最終的、究極的には、まあ、唯一のシステムコールがメッセージを投げるというだけになったらいいなと書いてます。で、まあ、ディストリビューションは、まあ、普通にドラゴンフライはドラゴンフライ BSD がもともと出しているのがあって、まあ、これ 2.8 のパーネル使ってます。僕が作っているジェントドラゴンフライはドラゴンフライ 2.6 のままです。まだ今 2.8 への対応中ですから、なかなか難しいですね。で、メッセージのシステムなんですけど、ドラゴンフライの中核のメッセージングシステムで、まあ、ソースコードとしては sys/pan/lwkt/messageboard.c ら辺に書いてあります。でデモを出したいんですが VM をちょっと移動します。ドラゴンフライの、トンボのマークを入れてこんな感じで動いてきます。で、今大量にメッセージが出てますが、これは僕がちょっといじってカーネルのメッセージのところにこんな感じでメッセージが飛んでますよというのを表示させてます。プッシュメッセージではメッセージのアドレスと、まあ、アドレスをプッシュしてる人とフルメッセージでアドレスとそれを受け取ってる人って感じになってますね。
と非常に時間がかかりそうなので、あらかじめ作っておいたものを、はい、完成品がこちらになります。まあ、真ん中にネット ISRCPU0 っていうのがあって、これはネット関係のものを行うカーネルスレッドらしいです。で、その周りにこうグレップが、まあ、メッセージを飛ばしていると、ちょっと太くなってる方、最高から太い方にメッセージがこう飛んでるというわけです。で、近いものほど頻繁にメッセージをやり取りしているようになってきています。で、本来はこれをリアルタイムで更新するようにしたいんですけど、もうちょっと VM が時間かかりそうなので、はい、メッセージングシステムの API は、LWKT Send メッセージと Do メッセージで、非同期メッセージ送信と同期メッセージ送信、それと、まあ、フォワードメッセージとアボートメッセージというのが使われています。まあ、基本的には Send メッセージと Do メッセージだけやればほとんど、まあ、大丈夫ですかね。非同期メッセージ通信は、メッセージの返信先が設定されていることと、まだ送信されていないことを確認してから、返信中同期マッチ未送信のプラグ、メッセージのプラグを落として送信して、まあ、非同期、相手側が非同期にしてくれなかったらエラー情報をつけて返信をする。で、そうでなかった場合には、まあ、普通に向こうが非同期に終わった時点で返してくれるので、まあ、それは後でやればいい。で、同期メッセージ通信の場合だと、ね、先ほどと同じような確認をして、返信中と未送信フラグを立てて、同期フラグを立てて、メッセージを送信して、非同期に扱われてしまったら、メッセージの返信を、ウェイトメッセージという関数を使って待って、で、同期的に扱われていたら、まあ、送信済み返信中のフラグを立てると。で、また転送も配送返信途中でないことを確認してから、転送先に送信して、同期的に扱えたら元の返信ポートに返信。で、メッセージの中止も、まあ、メッセージが中止可能でありっていうのは、中止可能というフラグが立っていて、まだ送信完了でなかったら中止関数を呼び出す。で、まあ、ここまではフロントエンドになっています。で、実装の詳細にはそれぞれのポートの中に隠されていて、ポートにはいくつかバックエンドがあります。クライアントスレッドのポート、これは一つのスレッドしかポートを見ていかないということで、まあ、ロックがなしで見える。で、スピンロックでロックされるポートや、シリアライズトークンで、ロックされるポート、あと受信のみ返信のみのコードと、何も受け付けない、受け付けたら何か受信したらパニックしてしまうようなコードっていうのも作れます。ここでは簡単な単一スレッドのコードを取り上げようと思います。単一スレッドのコードは特定のスレッドを入力していますので、先ほども言った通り、ロックがいらないということで、めちゃくちゃ簡単ですね。getPortという関数でコードから次のメッセージを取り出すことを行っています。で、まあ、なければ単純にヌルを返す、優先キューと通常キューの順にコールしてメッセージがあれば取り出す。で、ポートにメッセージを配送するのがアウトプットコードで、ロイド CPU 内ならばメッセージの優先度に合わせたキューに追加します。優先度といっても2つしかなくて、プライオリティがついてるかついてないかですね。プライオリティキューか、プライオリティじゃない普通のキューか。宛先ポートで待機中スレッドがあればそれを起こします。これは後ほど、ウェイトポートという関数があるので、これで待機しているものですね。別の CPU だったら IPI、プロセッサーカーマリクムを使って通信を行います。これもアシンクに動くので、まあ、まず必要なく終了します。ウェイトメッセージ、特定のメッセージを待機して、さっきの返信待ちとかに使われます。ドロップ可能であると返信待ちができないので、それを確認して、配送されるまでだったら、前だったら配送されるまでの間待って、
まあ、ひたすら待ってスリープに入って、なんかメッセージが来たら起きて、でまだその待っているメッセージじゃなかったらまた寝るということをずっと繰り返し、で急に入ったらメッセージを取り出して、もともとその前にすでに配属されているんだったら単純にメッセージを取り出すだけを起きて、ウェイトポートは、何らかのメッセージが来るのを待ちます。特定のメッセージではなくて、ポートに何かメッセージが来たらメッセージを取り出して帰ります。リプライポート、返信されたメッセージはここで処理されます。同時処理指定であればポートで待機中だったら、スレッドを起こして、起動時に処理するように指定されているメッセージだったら、急にメッセージを追加して終わります。ドロップメッセージは、これは、メッセージをドロップするもので、ビューからメッセージを取り出して未配送状態に戻して、終了するという点の単純なものです。で、それで何が嬉しいかというと、すべてがメッセージ通信抽象化されて分かりやすくて、デバッグしやすいという話のようです。で、はい、どうもくらいの。一応スライドとしてはここまでなんですけれども、VM の起動をちょっと見てるんですけど、その間に何か質問などがあれば、はい、IT がああいう起動を失敗したらどうなるんですか。起動を失敗したというか、メッセージだけで相手が受け取ってくれなかったらどうなる。この、LWKT メッセージメッセージを投げて、起動機の場合だと確か、起動機でやることはメッセージ中に突っ込むまでですね。受け取られたかどうかは全く関与してないです。あふれることは、メモリが足りなくなったんですかね。特に例外処理は見てないので、本当にメモリーが足りなくなった時にしかならないと思います。間違いなくするんですか。書き込みが待たされるとか、記憶がいっぱいみたいな。記憶がいっぱいになったメッセージの記憶がいっぱいあるとか、書く方が間違いになったりするんですか。いや、実装を見る限りなかったですね。じゃあ、スパッと抜けて失敗。失敗ですか。まあでもカーネルのメッセージ見てればいいで、すぐに大体処理されてるんですよね。送りでもないっていうのを作れるけど、あと向こうにメッセージを投げた時点で相手側のスレッドをスケジューリングして起床させちゃうので、多分あんまりにアンバランスにはできないと思います。それはスレッドごと優先度があって、起床するとしないとか決めてるんですか。書き込みと受け取って、受け側が優先度高かったら、そろばらしたらいいと思いますけど、はい、受け側が優先度低かったら、走らなければいいと思いますか。受け側が優先度そうです。いや、受けと受信、送信と受信の関係ではなくって、ある程度の値よりも受け側が低かった場合に優先度を上げているようなコードだったと思います。受け取ったら上がるという。はい。あと、非同期メッセージというのですね、受けた時に、なんか、あらかじめ登録したコールバックが呼ばれたり、そういうのないんですよ。リプライポートの関数が呼ばれるので、ポートには、受信したときに、どんなものを作るかの関数をそれぞれ設定して、さっきのスレッドごとのやつは、まあ、ユーティリティ関数というかもともと作られているもので、まあ、ああいうふうになっていたんですけど、
それぞれ、まあ、リプライコードとかゲットウェイトメッセージとか全部自分で置き換えることも可能なんですね。なのでそこで自分で置き換えるようにコードを書いてしまえばなんとかいけると思います。優先度付きのキルって優先度によって取り越しが起こるんですか？メッセージが優先度見て。そうですね。2つしか優先されているものと優先されていないものの2つしかないので優先されているものは常に先に動きます。先に、処理されます、受信されます。はい、そうですね。ただ、まあ、さっきも言ったように特定のメッセージを取り出すことができるので、何かいずれかのメッセージを取り出すときには、まあ、エンプライフローで、まあ、特定のメッセージのときには、まあ、特定なんで、それは単純な関係なく動きますね。昔から使ってないんですけれども、まあ、ロックがないから良さそうに見えることは見える気がするんですけど、実際のあんまりちゃんとしたベンチ取ったことないですね。この前なんか浜 FS と ZFS とかのベンチマークの比較とかも出てましたけど、あれもあんまり正当な比較じゃないとかいうふうに言われたりして、どうもよくわからない。あと Git で開発されていて、かなり頻繁にバージョンが上がっているので、それもよくわからなくなる。ハイパーバイザーは何使ってるんですか？これは KVM。KVM でやってます。はい、はい、マックですけど中身はジェントゥーリックスが知っています。他に何かありますかね。スプーンまでです。グーグルはドラゴンパイに使う気はあるんですか？グーグルが使う気はあるんですかね？いや、これからめちゃくちゃ進歩したらその可能性も否定できないのでやっぱりでしょ。でも、ドラゴンパイの機能を見てると結構 Linux の先端と述べてる機能的には張ってるような気がするんですよね。どういう人が使ってるんですか？どのぐらいユーザーですか？好きな人が使っているんでしょうか？世の中にはドラゴンフライのホスティングのレンタルサーバーとかもあるらしいので、まあ、そういうところで使ってみたりするのもいいかもしれないですね。多分サクラ VPS にも頑張れば入るんじゃないかとは思うんですけど。
はパネルのセクションに書いてあったから、多分パネルでやっていますね。パネルのどこでやってるかって聞かれると、ちょっと困る。シェルでは少なくともないですね。これね、もともとデフォルトではオフになっているシスコントロールでオンにしてあげないと動かない機能です。はい。何が出るか。ベンチマークの中でパノを上げてあげたとプログラムのパフォーマンスが低いという話があったんですけど、はい、あれはどうなんですかね。あれはチューニングをすればもっと良くなるという話が一応開発者側から出てましたね。チューニングするような予定はあるんですか。チューニング普通にどこのセットドラゴンフライトであのパフォーマンスを上げるということは何ていうか、ターゲットというか、プランが入っているんでしょうか。はい、全体的なパフォーマンスを上げることは、入ってるとは思います。というか、ロックをなるべく排除するのは、おそらく積極的にすることもありますけど、やっぱりパフォーマンスを上げるためだと思うので。わかりました。ありがとうございます。メッセージパッシングをざっと検索してみたところだと、ネット周りのものはシステムコールでメッセージを投げていました。アクセプトとかソケットとかそこら辺は投げていて、さっきのこの図で、ネット ISRC90 っていうのはネット関係のやつを扱うパネルスレッドに対して、まあ、このメッセージが飛んでるというのは、まあ、ネット周りのシステムコールで使われてるからなんですけど、まあ、逆に言うとネット周りでしか使われてないっぽいですね、今のところは。で一応あと DevFS との通信にも使われてるみたいで、例えば PS を無限ループでザーッと何回も動かしてやると、ここにPS と DevFS のスレッドとの通信が見えてきます。で、それ以外は特に見たことがないので、どうもそれだけのような気がしますね。まあ、それだけはさっきみたいに、カーベンメッセージに埋め込んで、やってられないような気がしたんで。そうですね、まだなかなか加わってます。スケジューラーは、CPU 独立とおっしゃってましたけど、はい、その CPU に貼り付くのはいつ決まるんですか。起動された時です。あ、そうですか。作られた時、作られる時に CPU に対して作られるような関数呼び出しになっているので、特に LWKT に関しては、ネット ISRCPU0 っていうのがさっきの図で機能をバランスよく貼り付けたんだけど、ある CPU ばかり重くなるとか、それはありえますけどね。ただ、システムコールの処理をネット ISRCPU0 っていうふうに CPU ごとに1個スレッドを立ててやってるみたいなので、
ユーザープロセスをうまく分散させてはシステムボールも自然とばらけるかな。メッセージ配信用で考えろみたいな。スケジュールリングじゃなくてメッセージ配信する。そうですね。基本的にはなるかな。一応最終的には L 対 M でスレッドをやっていきたいらしいので、また CPU に紛れるようになると思うんですけども、まだ今のところは CPU、患者側1に対してユーザー側がいくつかっていう、そういうスレッドになってます。バルコニーと固定のあれさ CPU があるバルコニー、まあ、あるだけはビンダーしてたらずっと同じ CPU が担当する。割り込みは確か割り込みのマルチスレッドを使っているという技術があって、で、まあ、ロックとかプリエンプトとかそこら辺に極力減らしているので、うん、どれかのスレッドが立ち上がって処理して変える、でなるべくすぐ変えるっていうふうには一応書いてましたが、まあ多分あれは目標のセクションのところだったので、どの程度信用していいか。